はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。お久しぶりですね。何ヶ月ぶりだろう。1ヶ月ぶり ?2 ヶ月ぶり、結構久しぶりですよね。はい、ちょっとね、忙しくてね。はい、っていうのは、最近ね、英語のテストを受けてたんですよ。で、前の動画でね、英検準1級セミ1の、英語の試験を受けるっていう動画を出したと思うんですけど、そのね、英語の結果が返ってきましたんで、今日はその報告をしたいと思います。英検準1級っていうのは、まあ一番下がね、5級、まあ JLPT N5 みたいに、英検も5級っていうのがあって、その上に4級、3級、で次がね、準2級っていうのがあるんですよ。セミ2。で、2級、準1級、1級。1級が一番上ですね。英検で一番難しいやつ。JLPT の N1 みたいなやつですね。で、今回はその1級の1個下のセミ1、準1級っていうのを受けて、結果が返ってきました。はい。で、結果はね、ちょっとすごい心配してて、すごい難しかったって感じたんですけど、なんとか合格しました。やった。はい、合格しました。で、結果がどれなんだ、これかな、これが症状みたいなやつ。いいでしょ。何点満点のテストなんだろう。何点満点か忘れちゃったんですけど、ちょっとここに書いておきますね。で、だいたい結果が2499点でした。ポイントが大きくてちょっとイメージできないけど、2499点、だいたい 80% ちょっとかな、多分。うん。で、合格できました。嬉しい。すごい嬉しい。スピーキングもね、あって、スピーキングのテストの結果がなんだこれ、ちょっとこれもちょっと僕わかんないけど、576点か、576点、750分の576点で合格しました。これがね、ギリギリなのか、まあ余裕なのか、ちょっと僕わからないんですけど、まあ大丈夫そう。普通に合格しましたね。よかった。すごいよかった。ものすごい心配してました。試験終わった後はね、微妙だな、受かったか受かってないか、微妙、ギリギリ受かったかなっていう気持ちだったんですけど、なんとか合格できて本当によかったです。でね、で、ここで終わりじゃないんですよ。ここで終わりじゃなくて、実はね、つい最近、1級を受けてきたんですよ。1級。英検1級。これが JLPT N1 っていうのと同じぐらい。まあ、英検、英語の試験で日本で一番難しいやつですね。はい。ライティング、リーディング、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング。4つあります。けど、スピーキングっていうのは、一次試験、ライティング、リーディング、リスニングに合格した人が受けられる試験なので、まだね、これ結果返ってきてないので、わかんないんですけど、正直ね、めちゃくちゃ難しかった。これはもう、全然レベルが違ったね。1級と準1級はね、もう、なんだろう、準1級がここだとしたら、1級はもう、こんな感じ。もう全然届かない感じがしたね。うん。難しすぎた。難しすぎました。ネイティブの人にね、ちょっと答え合わせ手伝ってもらったところ、リーディングパートが 34%、34% ぐらいで、リスニングが、66% だったかな。うん。全然ダメ。で、ライティングはね、ちょっと、もう本番で書いてきて、これをね、家に持って帰ることができなかったので、ちょっと採点はできなかったんですけど、まあ感覚的に、まあ 60% ぐらいかな、って感じでしたね。うん。全然ダメだった。本当に特に、リーディングとボキャブラリーが、全くわかんなかったね。うん。時間も100分なんですけど、もう最後の大問1?もう全然時間なくて、もうランダム、ピッ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 って、1、1、3、3って、
もう今まで出てきた数字の中で一番少ないやつをチュンチュンで1と3がね少なかったから、それだけマークして終わったって感じで、全然ダメでした。うん、準1級はね、3ヶ月前、この1級の試験を受ける3、4ヶ月前に受けて、80% ちょっと、80から 85% ぐらいだったんですけど、それでも1級だとリーディングは 30% ちょっとしか取れなかったです。はい。勉強もね、準1級合格してからすぐに1級の勉強を始めて、で、最初のね、1ヶ月ぐらいは1日、1、2時間。勉強して、で次の1ヶ月はまあ30分1時間ぐらい勉強して、で残りの1ヶ月ね、ちょっと他のね勉強してて、ちょっと他のことで忙しくてちょっとできなくて、まあ、言い訳だね言い訳になっちゃうんですけど、うん、全然ダメでした。なのでちょっとね、皆さんこのチャンネル見てる人、日本語勉強してる人が多いと思うんで、あんまり英検興味ないと思いますけど、日本人の方でね、とか、あるいは英語圏じゃなくて英検チャレンジしたいっていう人、英検1級チャレンジするときはもう絶対油断しないでください。めちゃくちゃ難しかっためちゃくちゃ難しかったから、準1級 80%、90% で合格しても1級はもっともっともっと勉強しないと合格できないです。特に単語がもう化け物単語が化け物、鬼難しいですね。めちゃくちゃ難しかった。ちょっとね、中身ちょっと見せたいと思うんですけど、はい、これが1級の単語パートですね。はい、単語は5位のパートは25問かなあったと思います。どうですか。うん、ちょっと僕のね、間違いがバレるのがちょっと恥ずかしいんですけど、こんな感じです。まあ、ネイティブの人に聞いても、まあ、難しいねって言ってたんで、ネイティブじゃない人にとっては本当に難しいと思います。めちゃくちゃ難しかった。正直ね、丸ってなってるのもありますけど、勘で正解したのもあるので、ここでのスコアは25分の9ですけど、実際ちゃんと分かったのはもう多分6問とか、もう3問ぐらいは勘だったと思います。はい。で、これがリーディングパート。こんな感じ。ちょっと、これもう、僕もあんまり覚えてないけど、こんな感じ。どうですかね。難しいのかな？日本人のね、勉強する英語と、他のヨーロッパの人が勉強する英語とか、まあ、他のアジアの人が勉強する英語、またちょっと違うと思うんですよね。うん。で、日本人のね、勉強する英語、僕が今感じてるのは、すごいアカデミックで、すごくね、複雑な単語、難しい単語とか、複雑な文法を勉強するのが好きなのかな、日本人ってね。もう普段会話で使わないような文法とか単語がいっぱい試験に出てくるから、ちょっとね、僕文法あんまり得意じゃないので、はい、ちょっと手こずったっていうか、もうボロボロだったんですけど、はい、あ、ここですね、このパート僕勘です。全部勘でした。はい。で、最後にライティング、こんな感じでエッセイ書かないといけないんですよ。なんか200単語から240単語で、このトピック Should investment in technology be a bigger priority for governments? このトピックに関して with three reasons で答えなきゃいけない。はい。なんか僕ちょっとメモしてて、メモ恥ずかしいな。はい。こんな感じね。うん。難しかったから、今この撮影してる日が、1月31?うん、1月31日なので、次ね、5月末かな ?6 月ぐらいに試験があるので、再チャレンジしようと思うんで、応援お願いします。はい、頑張ります。で、最近ね、ちょっと中国語のね、勉強も始めたので、ちょっとね、中国の漢字と日本の漢字の違いとかも、次の動画とかでね、話せたらと思うんで、また皆さんちょっと、
最近動画のね更新ちょっと遅くて、ちょっと皆さんにちょっと申し訳ないなと思ってるんですけど、ちょっとよかったらちょっと応援お願いします。忘れないで今日はこんな感じで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録とね、あとこのベルボタン押してください。ベルボタン押すとなんか何、僕が動画出すとピンってなんかノーティスが来るみたいなんでね、お願いします。じゃあ今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。バイバイ。